バンコク王室御座船国立博物館王室御座船国立博物館は太陽国バンコクにある太国立博物館の一つ。博物館では太陽国王室の御座船が展示がされている。1972年開館。王室御座船国立博物館はバーンコークイクバーンコークイウ運河のチャオプラヤー側との合流点の北岸に位置し、 王室御座船パレードに使用する王室御座船とエスコート船発送を展示している。さらに様々な王室行事で使用される装飾、最後も展示。1932年4月、バンコクチャ着リー王朝建国150周年を記念して、ダーマ7世がスパンナ本御座船に乗り、メモリアルブリッジから王宮までパレードを行ったのが、太陽国絶対王政の最後のパレードとなった。 1932年6月立憲革命が起こり、立憲君主制に移行すると、魚座船は、王室と大海軍の管理の下、バーンコークノ医の監ックに保管された。しかし、第二次世界大戦時の連合軍によるバンコク空襲により、日本軍関連施設のあったバーンコーク農医地区は甚大な被害を受け、魚座船も損壊した。1947年、王室と、 大海軍は、魚座船の管理を芸術局に遺憾。芸術局監督のもと、1年以上をかけて小座船と展示施設の修復を行った。1972年、芸術局は魚座船を国宝に指定、さらにドックを芸術局所属王室ゴ座船、国立博物館として開館した。展示されている8艘の王室ゴ座船、エスコート船名は以下の通り、 スパンナホンギョザセン、アナンタナーカラートギョザセン、アネイカチャートプチョンギョザセンナーライソンスバンラーマキュウセイ、ゴザセン、クルットヘンヘッドフナグラビープラップムアンマーンフナ、アスラワーユパックフナエーカチャイヘーンハーウーセンバンコク、バーンコークノーイクシリラート地区アルガマリンドウリ。 1700http コロンスラッシュスラッシュ www.thailandmusum.com e スラッシュロイヤルバーゲスヒストリー htm ありがとうございます。